かずきの野菜へようこそ。本日も本一冊を読むかのような情報量の多い動画を投稿していきます。本日のテーマは社畜っていうな、サラリーマンが最高な理由とさらに稼げるようになる方法についてお話しいたします。あなたはサラリーマンや起業家どう思いますか？ネットでは、池早さんとかはね、もう社畜だとかバカにしたりとか、フリーランス最高みたいな傾向ありますよね。正直ですね、僕もお勤め人が苦手なので、フリーランスとして生きていくことが一番なんじゃないかなと思っていた時期もあるんですが、実はそうじゃないんですよね。だって、サラリーマンとか社畜とかってつぶやいてるツイッターってのは、彼らがバカにしている社畜がいるから回ってるんですよね。でサラリーマンなんて辞めちまえなんて動画を上げている、YouTube であるとか、ブログっていうのはですね、勤め人がいるからできるんですよね。その内部ですよね。もちろん、やりたくない仕事ですね、いやいややってるとか、もう人間関係が苦手という方が勤めてる場合、精神衛生上良くないですし、心の病気になってしまいますが、サラリーマンがですね、できるというのも立派な才能なんですね。ということで今回はもうサラリーマンが最高な理由と、とは言ってもこれからの時代、終身雇用が崩壊し、10年後に会社があるかどうかわからない、そして物は豊かになるけどもお金は少なくなるというですね、変な時代に突入しますので、どうすればより良い人生をですね、サラリーマンは生きていけるのかというのをですね、お話しいたします。ぶっちゃけこの2番目のやつが一番大事です。人生100年時代って言われるぐらい、やっぱ100歳まで生きる人がどんどん増えていくんですよね。65歳で定年退職したとして、貯蓄と年金だけで、あとじゃあ30年、40年、食べていけるのって言ったら、無理なんですよね。なので、そういったですね、解決法っていうのをご提示しますので、ぜひ最後まで見ていってください。僕は普段このようなあなたの人生に役立つ情報ですとか、あなたの背中、推しの動画を毎日投稿しています。見逃さないよう、今のうちにチャンネル登録をぜひお願いします。というわけで本題です。サラリーマンが最高な理由、一つ目が、企業があるから世の中が豊かになるということです。フリーランス最高、社畜になりたくねえという人がね、最近増えて、動画編集であるとか、プログラミングなんてのをね、勉強する人がどんどん増えてきてますし、最近では Uber でね、副業するなんて人も結構多いですよね。確かに、運んでる人たちっていうのはですね、そういったフリーの人たちなんですけども、料理作ってるのは、やっぱ企業の人が多かったりとか、むしろ Uber の運営自体が大きな企業で、サラリーマンがいるから回ってますよね。もっと言ったらですね、自動運転とか高度な技術革新っていうのはさすがに個人レベルでは無理です。特に国防とか言ってですね、やっぱ国の大切なことというのは勤め人がたくさん必要なわけです。なので、サラリーマンの恩恵を受けながらサラリーマンをバカにするのはいかがなものかって話なわけですね。これ例えるなら、被災地に援助に来た自衛隊に対して、自衛隊反対みたいな、お前らは殺人集団だとか言ってデモしてるくせに、ちゃんと自衛隊が作ったカレー食べる奴らみたいな感じですよね。もちろん、インフルエンサーのサラリーマンディスというのはですね、オンラインサロンに流入させたりとか、アクセス数稼ぎのパフォーマンスである面が大きいんですが、それに触発されて、勤め人は上洛とか言ってバカにするのはいかがなものか、ということなんですね。そしてサラリーマンが最高な理由二つ目が、勤められるのも立派な才能ということです。フリーランス至上主義というのをですね、見ていると、やっぱフリーランスすげーみたいな、やっぱめっちゃ才能があるみたいな夢を見がちなんですけども、実際は社会にですね、適応できなかった残念な人たちが仕方なく企業であるとかフリーランスやってるってことがめちゃくちゃ多いです。各言う僕もそうです。発達障害があるってのはね、大きな原因なんですけども、勤めてる時もめちゃくちゃしんどかったんですね。いつも死んだ目してました。で、円滑な人間関係気づけないし、これ絶対意味ねえよな、みたいな。もう全問答が始まって目の前のね、よくわかんないタスクに集中できなかったですし、会議とかも LINE でいいんじゃねえって、やっぱ思ってしまってたんですね。我ながらお荷物社員だと思います。そんな人たちがですね、自分の自尊心を保つために、やっぱフリーランスは最高なんだって、サラリーマンは社畜だとかっていうのは、違うじゃないですか。結構僕も単純なので、ホリエモンとかに触発されてね、嫌なら辞めればいいし、好きなことしろみたいな、起業に挑戦しろみたいな考えになっていたところも正直ありますし、別にそれ起業であるとか、フリーランスになることはとてもいいことなんですが、とは言っても、普通に長年勤めるっていうのはですね、仕事はもちろん社内成長をうまくやっていかなければいけないというですね、高スペックが必要
なので、やっぱ勤められてる人すごいんですよね。なので、まあ昨日の動画でもお話ししたんですが、起業したいっていう人もですね、あと10年は会社に死んでもしがみついてください。いきなり起業するって、仕事辞めて事業始めたはいいけど経験がないから集客できずに結局コンビニバイトなんてオチがね、まあよくありますので、サラリーマンの経験はとても大事です。そしてサラリーマンが最高な理由3つ目が、お金をもらいながら経験を積めるってことですね。もうこれが一番なんですよね。まあ、独立してですね、まあ、多くの人がやるのが、やっぱコンサルやります、カウンセラーやります、コーチングやります、まあ、パーソナルトレーニングやりますみたいなことが結構多いんですよね。なんでかっていうと、初期投資がいらないからなんですね。なおかつトークが上手ければ、まあちょっとできちゃうのかなって思ってしまうんですよね。でも、そういう人たちに、どのぐらい経験があるんですかって聞いて、いや、ないですねって言われたら、お願いしますかって話になるわけじゃないですか。もう絶対だよね。占いとかもそうですし、コーチングとかされて、変なところに道違えたら嫌だし、パーソナルトレーニングお願いして、怪我したりとかしたら嫌じゃないですか。でも、例えば、ライズアップに5年勤めてましたって言われたら、じゃあお願いしますってなりやすいですよね。もちろん、ライズアップのトレーナーもピンキリですし、まあ、ブランディングってのもあるんですけども、5年やってたら、まあ、それなりに知識あるだろうし、お客さんとしても信頼しやすいわけです。考えても見てください。ゼロから自分でやろうとした時の大変さを、もう何年やってましたというのも言えず、一から集客して、他のね、トレーナーとか働いてる人と差別化できないから値段安くするしかなくて、結局食べられないと。そしてコンビニバイトみたいなことがよくあるんですね、本当に。なので、お金をもらいながら勉強させてもらえる環境があって、自分で集客する必要もなくて、赤字でもお給料がちゃんともらえるというのは、まあ、めちゃくちゃ天国です。フリーランスやってね、大変さがもう散々身に染めてるんですが、企画、営業、製造、集客、会計、税務、その他諸々の手続きを全部自分でやんなきゃいけないんですね。で、僕は学ぶの好きですし、まあできましたけども、それでもやっぱヒーヒー言ってたくらいなんで、めんどくさがりの人がもしこれやるってなったら、まあ、発狂しますよね。もちろん、税理士とかにお願いしてもいいんですけども、それだけでも20万とか30万とか平気でかかりますからね。しかもですよ、20万売上が上がったと思っても、そのまま20万もらえないですからね。それこそ、外注したら外注にお金払わなきゃいけないし、翌月に何か買ったりとか発注するためにお金取っとかなければいけないなんてことがあるわけなんですね。なのでですね、企業に勤めるっていうことは最高なわけです。以上3つですね。企業があるから世の中というのは豊かになるんですよと。そして、勤められるのも立派な才能なんだと。そして、お金をもらいながら経験が学べるという理由からですね、もうサラリーマンは最高なんだと。フリーランス至上主義にですね、騙されて、社畜だとかって馬鹿にするのはいかがなものかということです。とは言ってもですよ。まあ前半で言ったように、今後は収入が昔のようにですね、上がらず、今の世代は昔の世代よりも、障害所得が5000万ぐらい違う。と言われています。物はどん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 豊かになるんですが、僕らはどんどん貧しくなっていくっていうね、変な時代なんですよね。ビル・ゲイツであるとか、ウォーレン・バフェットからしたら、まあ、5000万なんてどうでもいいかもしれませんが、お昼数百円のこっちの方が安いから、こっち食べようとか言ってる僕らが5000万少ないって、もう深刻ですよね。死んじゃうって話なわけじゃないですか。ね、若い人とか特に敏感に感じてると思いますが、やっぱ上見てもそこが知れてるなって感じですよね。まあ、だから結構若い人って辞めちゃうんですよね。気合が足りない、根性が足りないとかではなくて、くたびれたおじさん方を見て、まあ、俺たちこのままじゃダメだなってやっぱみんな思っちゃうんですよね。まあ、今後は年金も当てにならないですし、乳児死亡率であるとか災害での、ね、事故なんかを除けば120歳まで生きるなんていう時代ももう間もなくなんですね。大きな会社に勤めてるから大丈夫と考えてる方も多いと思うんですが、まあ、例えば東電なんかも311で崩壊寸前まで行きましたし、トヨタだってカーシェアリングがね、どん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 引き上がれば売り上げガタ落ちするわけですよね。これ実際あった話なんですけど、僕の友人が東電に勤めたんですね。で、もうこれ一生安泰だって思った翌々年ぐらいに311があって、もう鬱で退社したっていうね、本当にこれが現実なんですよね。なので、大手なんて大丈夫なんてのは幻想なわけで、じゃあどうすればいいか。ここでね、フリーランスになれ、挑戦しようと言ったらまあ面白いんですが、それは違います。結論から言うと、当面は意地でも会社にしがみついて、会社を使い倒しながら副業で稼ぐというのがより良い言い方です。まあ、働き方改革とかでね、もう残業ができなくなって、給料は減るのに時間は余ると。給料も上がる見込みがないとなったら、もう他で稼げるようになっておいて、もしもの時に備えておかないとまずいですよね。さっき言ったように会社もいつ潰れるかわからないわけですから。企業の10年後の生存率ってどのくらいかご存知ですか？よくて 5%、普通に 3% ぐらいしかないって言われてるんですよね。じゃああなたの会社は10年後ありますか？ 30 年後ありますか？
株価はどうですか、キャッシュフローどうですか、資産と負債のバランスとかどうですか、それを知らずに本当に安心って言えるんですかって話なわけです。今後は、GAFA、Google、Apple、Facebook、Amazon のような大手とフリーの人のですね、二極化がされて中堅どころが淘汰されていく時代になると言われています。なのでですね、もし会社が潰れても転職市場で優位に立ったりとか、最悪な事態になっても食いっぱぐれないぐらいに稼げておけば精神衛生上にもいいので、サラリーマンでも稼ぐ方法というのを最後にお話しいたします。まず一つ目がですね、初目稼ぐってことです。何か始めるのに初期投資がっつり必要、勉強時間がっつり必要と思ったら、始めようと思わないですよね。大変みたいな、失敗したらどうしようって言って腰が重くなってしまいます。例えばアフィリエイトであるとか YouTube であるとかネットワークビジネスで稼ぐなんてもね、最近流行ってますが、実際お金になるまで時間かかりますし、経験上死ぬほど大変ですので、やりたいという思いがなければ基本的におすすめはしません。ただですね、動画編集であれば比較的すぐ稼げますし、物販なんかも結構いいなんて話聞きますね。他にもホームページを作っておいて、カウンセリング募集したりであるとか、やりたいこと、もしくはそれがないのであれば簡単に稼げるものをとりあえず手出してみて、小さく稼ぐということがとても大切です。ぶっちゃけこれからの時代、コストゼロで仕事始められますので、失敗しなくても大丈夫ぐらいのものをぜひ手出してください。じゃないと基本的に人は挑戦できないですからね。てか前もって言いますと、最初の2、3回、むしろ10回ぐらいは失敗すると考えてください。一郎だって打率3割4割ですからね。とりあえず興味のあるものに手を出すということをやってみることが一番いいです。そして、今回は詳しくは話しませんが、とりあえずみんなに行動しないんですよ。この動画見てやばいよ、これからの世の中やばいよ、とりあえず何か小さくてもいいから副業しようねって言っても、基本的にやりませんので、何か一歩始めるということですね、頭に入れといていただければと思います。そして二つ目が、趣味を伸ばすということです。本当はね、副業と同時並行でやるのがいいんですけども、そんな時間ないし、俺はこの趣味に生きるんだという人は、それをとことん伸ばすということをしてみてください。例えばスポーツでもいいですし、芸術なんか創作なんかもいいですね。好きなことをですね、どんどん伸ばしていけば、それが仕事になりますんで。例えばスポーツだったらスポーツ教える人とか、最近だったらね、ランニング教える、ランニングトレーナーとか、ランニング教室みたいなのもあって、結構仕事になってるんですよね。やりようはいくらでもあります。書道とか刺繍とかでも、スペースマーケットっていうところを使えばですね、時間単位で部屋を借りられますので、小さく始めていけば損失はありません。なおかつね、自分の好きなことを伸ばせてコミュニティもできるってなったら、最高じゃねって話ですので、ぜひやってみてください。そして最後ですね、副業ではないんですけども、俺はサラリーマンとしてしか無理なんだという人のために、何かの技術に特化するということをですね、意識しておいてください。会社に勤めていると、オールマイティに何でもできる総合事務になりがちなんですね。雇用の流動性がなくて首が切れないので、この部署では人が余るので、とりあえずいろんなところに行かせるみたいなことが結構多いんですが、それだと社内でしか通用しない人になってしまって、転職市場で死んでしまいます。30、40になってね、転職した際に何ができますかって聞かれて、部長ができますって言ってね、勤めたはいいけどすぐクビになった、みたいな話はよく聞きますからね。つまりそれって、以前の社内のことしかできませんって言ってるようなもんなんですよね。ついつい忙しさに追われて、目先の仕事に追われてしまいがちですが、何か尖ったスキルがある人っていうのは、これからの時代も引く手あまたになります。例えばですけども、経理なら経理で、どこでも通用するぐらいの知識、であるとか、経営陣にね、アドバイスできるぐらいのことが分かっていたら、どこ行っても怖くないですよね。もちろん、会社に移動しろと言われたら、経理できなくなってしまうなんてこともあるとは思うんですが、資格で勉強しておくとか、より深い知識を勉強しておくということが必要なわけですね。いつも10時まで働いて、早く帰れたと思ったら飲み会みたいなのやってたら、いつまでも能力は向上しませんので、ぜひですね、高みを目指していっていただければと思います。以上3つですね。初目稼ぐ、趣味を伸ばす、何かの技術に特化するということを意識していただければですね、これからの社会でもですね、生き残る術というのを身につけられますので、ぜひやっておいてください。多くの人がね、やっぱ一番心配って未来のことじゃないですか。何が起こるかわからないし、今後の時代マジでやばいみたいなことをやっぱ聞くわけですよね。だからこそ一人一人が強くならなきゃいけないんですね。もう会社にぶら下がってとりあえず定時まで働いてみたいな時代はもう終わりますので、あなたの今後の人生のために、将来のために
今からぜひ何か行動を起こしておいていただければと思います。いろんな大変なことあると思いますが、まあね、楽しみながら遊び感覚でまずはね、ちょっとずつやっていただければと思います。まあ、とは言っても挑戦できないという方のために挑戦することの大切さとか、挑戦できるようになる動画をリンクに貼っておきますので、ぜひそちらを見てください。まあ、動画編集がいいぞっていう動画もリンク貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。今日の動画がいいなと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録をぜひお願いします。共により良い人生を生きるために頑張っていきましょう。あなたの成功を心より応援しております。以上、かずきでした。